振動型微分方程式を解くくには、いくつかの数学的準備が必要です。これらの準備は今回微分方程式を解くために講義をしますが、高校物理で扱う近似式についての知識と交流回路の解析に利用可能なオイラーの公式なども合わせて学習できる絶好の機会ともなります。やりすぎ高校物理としてはとても長い講義になりますが、余力のある学生諸君はぜひ最後までお付き合いください。 ある関数 fx が x イコール a の近傍で無限回微分可能な場合、関数 f を次のように急数展開することができる場合があります。f の0回微分は f そのものを表し、また0の解乗を1とすれば、このようにシンプルに書くこともできます。この急数展開のことをテーラー展開と呼んでいます。関数 f をテーラー展開するには、 いくつかの条件をクリアする関数でなければいけませんが、その条件の詳細については数学で学んでいただくとして、高校物理ではテーラー展開できる関数 F のみを扱うとだけ宣言しておきます。つまり、この先の講義で出てくる関数は例外なくテーラー展開できるものであるということです。また、ゼロを中心としてテーラー展開することを特別にマクローリン展開と呼んでいます。 ゆうこりんのご先祖様でしょうかね言うと思ったでしょう。ベタでございますえ。証明とはいきませんが、なぜ関数 F をこのように急数展開できるのか、その成り立ちを大雑把に説明しておきます。今、関数 Fx がこのような x の多項式で表せると仮定しています。 関数 F を X で1回微分するとこのようになります。さらに X で微分するとこうなりますね。もう一丁。F の3回微分はこうなりますね。この式はこのように書き直せますよね。確認していただけましたでしょうか。すると、解乗の記号を用いれば、 シンプルにこのように記述することができます。そして、どんどん X で微分していくと、F の N 回微分はこんな風に表せることを理解してください。ほら、動画止めて確認確認よろしいですかでもって、X に0を代入すると、めでたく係数 AN の姿を求めることができます。まあ、結果、関数 F を このように急数展開することが可能となるわけですね。非常に規則的な形をしているので、覚えやすいのではないでしょうか。それでは、高校物理で登場する初等関数のいくつかをマクローリン展開してみましょう。えまずは、1プラス x の n 乗です。x で1回微分。x で2回微分。 そして3回微分はこのようになります。0を中心とするマクローリン展開で必要なのは、これらの x イコール0の時の値であり、よって関数 f はこのように級数展開できることになります。お気づきと思いますが、n が自然数の場合には、二項定理を用いて展開しているだけで、右辺の級数は xn 乗の項で内止めとなり、 無限級数とはなりません。しかし、このマクローリン展開の式は、2の実数 n について成立するということが大切です。次に、エクスポネンシャル x を展開してみます。この関数は、何回 x で微分しても e の x 上に変わりがありません。よって、x イコール0での値もすべて1となり、 e の x 乗はこのように級数展開されます。sinx はどうでしょう。x で微分していくとこのようになりますね。x イコールゼロでの値はゼロ、一、ゼロ、マイナス一、ゼロ。あとはこの繰り返しになります。

よって、コサイン x のマクローリン展開はこのようになります。ちょっと面倒なタンジェント x もやってみましょうか。x で微分すると、コサイン n 次乗 x 分の1。つまり、1プラスタンジェント t 次乗 x となります。もう一回 x で微分するには、 合成関数の微分公式から、まず、タンジェント x を塊と見なして微分すると、2タンジェント x ですね。それに、タンジェント x を x で微分したものをかければ完了です。展開しましょう。さらに、x で微分すると、このような結果になるはずです。x イコール0での値は、0、1、0、2ですね。 よってマクローリン展開するとこのようになるわけです。これまでの結果を並べてみましょう。別に完全に暗記するべきものではないので安心してください。この先の講義が終了するまで覚えておいてくれれば十分です。3x の原点周りのマクローリン展開をグラフで確認しておきます。 y イコール 3x のグラフは図のような周期関数ですよね。原点付近はおおよそこのように y イコール x という直線で近似することができます。しかし、原点から離れるほど大きく乖離しています。そこで x 3乗の項を加えてやるとより 3x に近づきます。x 5乗の項を加えればさらに良くなります。x 7乗の項。 x9 乗の項、x 11乗の項、x 13乗の項、x 15乗の項を加えれば、sinx のグラフにどんどん近づいていきます。x17 乗の項だけのグラフは、波線のようなグラフになります。マイナス6から6までの範囲の値は、ほぼ0であり、影響はありませんが、ま、え、る、ー、で囲ったあたりの 赤と青のグラフの差を補正してくれる項であることがわかります。実際、青のグラフに波線のグラフを足し合わせると、このように補正されます。まあ、こうして、マクローリン級数展開すれば、sin x が x の多項式で表せることは理解できたと思います。ところで、原点付近の、そうですね、 x がマイナス0.5からプラス0.5くらいの範囲の三 x の値であれば、x の工事の項は必要なさそうですよね。x が1に比べて十分小さな値であるならば、三 x は x と近似しても良さそうです。実際、x と三 x の数値を比較してみたとしても、0.5くらいまでは十分に等しいとみなして良さそうですよね。 このように、x の大きさが1より十分に小さいならば、x の2乗より上の項は無視できるほど値が小さいので、このように禁じしても良い場合があるのです。高校物理を学ぶにあたっては、このくらいの禁じ式は暗記しておいた方が良いかもしれません。覚えられますかまた、sinx と t a n x の禁じ値がいずれも x であることから、必要に応じて、 サイ X をタンジェント X に、あるいはタンジェント X をサ X に近似することも可能です。合わせて覚えておきましょう。マクローリン展開が理解できれば、有名なオイラーの公式も理解することができます。これら3本の等式を眺めていると、エクスポネンシャル X とサイ X、コサイン X との関わりが見えてきます。 エクスポネンシャル iθ ーーを考えましょう。i は虚数単位です。マクローリン展開すれば、このようになりますね。虚数単位の2乗はマイナス1なので、このように計算されます。そして、虚数単位を基準に整理をしましょう。この項は cosθ ーーに等しく、この項は アイサインシーターに等しいことを確認してください。つまり、エクスポネンシャルアイシーターは、コサインシータープラスアイサインシーターに等しいことが導かれました。この公式は、スイスの数学者であるレオンハルト・オイラーによって見出されたことから、オイラーの公式と呼ばれています。この公式に見せられて、 すべての数学の中で最も素晴らしい公式と評価する数学者が大多数です。それだけ魅力的な公式なので、受験が終わり余裕が生まれたら、いろいろな書籍を読み漁ってみると良いでしょう。念のため、オイラの公式の動詞をもう一つだけ紹介しておきます。今、コサイシータープラスアイサインシーターを z と置きましょう。 虚数単位 i を定数とみなして、z を θ で微分すると、マイナスサイン θ プラス i コサイン θ になりますよね。虚数単位 i でくくって、このように式変形できます。カッコ内は z ですから。z はこの微分方程式を満たすことになります。つまり、z を θ で微分することと、 虚数単位 i をかけることととがが等しいこここを理解すすることができますこのことから微分計算が四則演算つまり掛け算割り算などの演算に落とせる可能性があることに気づけた人も多いのではないでしょうかこの性質は交流回路の解析で役立つので可能な限り覚えておいてください仮に忘れても問題はありませんけどねところで 虚数単位 i は想像上の数とはいえ、数は数なので、普通の実数と同等に扱えば、この式は明らかに z の指数関数型微分方程式とみなすことができます。以前、この微分方程式の一般解の導き方を紹介してあります。また、高校物理で頻繁に登場する微分方程式でもあるので、回を即座に書き出せるようにも指導してあります。 まさか、ここまで受講した諸君は覚えてますよね ?2 定数を C として、一般会はこのように書き出せます。覚えてないそこの君は、以前の講義に強制相関です。覚えてる諸君だけに講義を続けますと、実数形を虚数単位 i に書き換えればよいだけなので、一般会はこのようになります。 意定数 C の値を確定させることもできます。θ ーーが0のとき、z は1なので、この条件を満たすためには、意定数 C は1でなければなりません。よって、cosθ プラス isθ は、エクスポネンシャル i θ に等しいと言えるわけです。よろしいですね。で、他にも証明の仕方があるので、調べてみてください。 ここで物理の授業としては寄り道になりますがシータに π を代入してみてください左辺はマイナス1となりこのような等式が得られますこの等式のことをオイラーの等式と呼んでいますこの式を見て何か感じるものはありますでしょうかう美しいと思った君には数学の才能があるのかもしれません まあ、美しいと思わないにしても、とても不思議な感覚にとらわれるのではないでしょうか。想像上の数である虚数単位 i と、無理数である円周率やネイピア数が折り重なって、実数値と関係を持つなんて、猿でも不思議に思うことでしょう。いや、猿じゃ無理かな。えー、この不思議で魅惑的な数学の世界観を説明するために、一冊の本が出来上がるくらいなので、 ここで簡単にお伝えすることができないことが残念です。まあ、興味が湧いた諸君は、ぜひ書店に足を運んでみてください。